それ乱暴を働く狼藉者といううちに悟空散々に乱暴をして、さあもうこれでいい、これから帰る、もし霊障伝を荒らした乱暴をしたと言って攻めるなら何時でも攻めてこい、いつでも応対をするぞ、逃げたり隠れたりするんじゃねえ、バカにしやがってただのもんじゃねえや、かんだっこない鼻っ柱が強えんだと散々に荒らして、帰りがけに大きなザクロの木がありました。そのザクロの木の根っこのところへ来てジャージャーした。どうもあいつはややもすると押していかないもので、それなりに均等運を呼んでこの雲へ乗ると下界へ帰ってしまった。おい今帰ったよ。ほう頭、お帰りなさい。今度はめっぽう早うございましたね。まだ100日にもなりませんな。100日もいてたまるもんか、バカにしやがって勘弁ができねえや。何を怒ってるんで。べらぼうめ下官だ、出馬音と言うんだ。そりゃ結構でございます。何が結構だ、何にもてめえたちは知らねえからだ。出馬音というのは馬を養う別当だ、馬屋番だ。くだらねえ役を言いつけやがって人をバカにしてやる。会員になったんだから大方月給などは大変でございましょう。楽園だい。一日でございますかい。べらばめ一月で6円だい。向こうで食わしてかい。自分で食うんだ。はやはや、そいつは頭よした方がいい。よしたから帰ってきたんだ。どんなことがあったってもう会員なんぞはならねえ。俺が何にも知らねえと思って、廃白星という男も人間はいい男だがあんまりバカバカしいじゃねえか。6円ばかりで人を雇いやがって。けれども俺は帰りがけに乱暴してきたから、ことによると天兵が下ってくるかもしれねえ。下ってきた時に降参をするのは気が利かねえから、普段訓練をしたのはこういう時に役立てるんだ。何時戦をしたって負けねえようにしてくれよ。よろしゅうございますと。あいつらがそういう了見なら負ける気づけはございませんから、ご心配なさいますな。きっとやってくるからと待っている。その間に数万の猿を集めて十分に訓練をする。どうもそれは何から何まで機会が揃っている。時にお話は分かれまして、かの天上においては孫悟空の乱暴狼藉を知り、これをこのままにしておくにおいてはこの上ともにいかなる魔王がここへ来るやもしれず、また不敬をなしたる者をその分に捨ておくにおいては大いの衰えるところとならんと、玉帝ことごとく運憤り遊ばしまして、たちまち天兵10万人を下しまして、ここに戦いをいたしまする。けれども戦のお話は別段に面白くもございませんから、大略して申し上げます。12旅の戦いをいたしたるところが、12旅とも悟空の記載なせる計りごとに陥りまして、ことごとく天兵は敗走をいたす。仕方がないから残兵を集めて再び天上に帰り、戦議を遂げるということになりました。どうもこっちが人数を増やしていけば向こうもだんだん人数が増える、機械をこっちから持ってゆくと先のやつが真似をして機械をこしらえる、何をしてもどうもかなわない、しまいは勝ちもするだろうけれども、もっかそういうことをすれば多く兵士を失わなければならぬ。そこで評議をすると、太白星玉帝のおそばへ進み出て、どうも仕方がございません、いたずら者はいたずら者の予防にして騙すより他に仕方がないもので、悟空元より正短気ではございますが、またこちらの言うことはよく聞く男でございます。でただいまより孫悟空へ対して青天大聖の勘をお使わしなされませ。それで改めてこの度上官にしてこれを手元へ召し出して青天大聖ということに相なれば、必ず彼
兵をまとめ詫びて天女母に来たり、一心にご奉公をいたすに相違ございません。騙して使うより仕方がない。めいめいこれを聞いて、なるほどこれは一理あるところ、そうしておいて様々に道を教え、狼藉をしないようにするのほか仕方がなかろうと相問をすると、玉邸においてもそうせいということに相なりまして、そこで誰が使いに行くといったところが、どうも大抵なものは行かない、来れば引っかこうと思って待っているところへうっかり行くものはない。すると大白星が、拙者が申し入れたるもの、拙者が言って一つ大政の官を授けるということを申しといたら解けんこともなかろうから行こうということになった。人をも連れず、ただ一人天井を下りまして、水蓮どぼに至った。頭、来ました来ました。なんだ、何が来たんだ。いつか来た大白星が来たんで、きっと官庁でございましょう。どうしましょうか。大勢で引っかきましょうか。待て待て、むやみに引っかいちゃいけない。大白星という男はわかる男だ。何かまた用があって来たんだろう。武器を持って大勢で押してきたのなら応戦するのが当たり前だが、ただ一人で来た者を大勢かかったところで仕方がない。こっちへ通せ、会って話をしよう。こっちは大白星、水蓮堂門外に浸って孫悟空に面会をいたしたい。こっちへおいでなせ、頭は待っているんだから。どうもとんでもねえこったね。あっちらの頭を天井へ連れて行って馬屋の別当にしたって本当にひでえや。頭は怒ってるぜ。わしの了見でしたんではない。案内に連れてそれへ通ると、椅子にかかっておりましたところの悟空、これは大白星でござったか。お出迎えをするのだけれども、少し事務多忙にして。生意気を言っている。出迎えをもいたさんが、しかし一旦天平を下して我を責めんとするので、我またこれに応戦をしている際、貴殿一人で来られしはいかなることか。要件を述べてもらいたい。言うことが少し薄来だね。孫悟空、君はただ一途に怒って天井をことごとく荒らし乱暴を働いたるは甚だけしからん。例えてみれば、天井においても最初から君を上官に進めるということはできない。だからおいおいに登らせてきて、それで初めて上官に至る。よって君が乱暴さえ働かなければとうに上官になっている。いよいよ上官に進めようという時に、それを待たずにただ出馬音は嫌だ、下官だろうとこう言って乱暴を働く。それをどういたしても聞かないで、とうとう門を壊し守衛の者を殴り、甚だしいことをした。甚だしいことをしたから天平これを打たんとする。しかるに聞こうが、言うあり知あり、応戦をして天平をいよいよ破る。まことにそれではどうも罪を自分で重ねるようなもの。この度拙者の来たのは、もうおいおいに出世をさせたい。まことにどうも玉邸においても、君の妙術に達しているところを愛さるるゆえに、青天大聖の官を授ける。どうだ、それならば別段に申すところはなかろう。へえ、しかしそれは月給どのぐらいで。大白星驚いた。こいつ月給ばかり聞いているなと思ったが、それは300円。6円より少しはいいね。それからどうなる。それからおいおい出世をして、しまいには800円にも1000円にもなる。また爵位を賜るようなことにもなる。そうですかい。そいつは気がつかなかった。わしゃ一概に生涯御馬屋で朽ちるものだと思ったから、つい乱暴をやった。それからまあ大白様の前だけれども、お気に乱暴をしてすまなかった。この上何分よろしくお頼み申します。それでは一緒に行かっしゃい。じゃあ
おめえたち、もう戦したっていけねえ。今度は本当の官員になってしまった。上官だ。小四郎、用がすかい？大丈夫だ。大白星、ご同道も押そう。一緒に同道を察しゃい。だが今度は天井に至るといえども、物を聞かないで乱暴しちゃいけない。ちゃんと異形罪何度というものがあるから。そんなものがあるのかね。わしは知らねえから、尺に触るとやっつけるんで。こういうこととは知らなかった。さあ、出かけましょう。と、ここで水蓮堂において、再び別れを告げ、一同の小猿を残しておいて、大白星、孫悟空と同道をいたして天井に至った。そうして玉帝に拝願して聖天大聖の冠を授けられ、並びに番頭縁を守護の役を兼ねられました。この番頭縁の守護というのは、園に3600株の桃がございます。中には3000年のもあれば、5000年のもある。8000年経ったような古木がございます。その大切なること一通りでない。若木の方はそうでもございませんが、もう9000年からの桃などというものはたくさんあるものではない。よって玉帝においてもことごとく大切にせられおるゆえに、その取り締まりの役を置きまするくらい。ところが悟空は聖天大聖という官は授かるし、右の取り締まりをしております。自分一人で回るのではない。部下の者が始終、当園を回って改めておりまする。自分は日のうちに一度か二度、見回りさえすればいいので、大きに当人喜んで、俺も馬屋の別当はひどかったが、今度はいい塩梅だ。この具合で行くともっと出世をする。時々暴れなくちゃいけねえな。こんなことを考えながら、ある日、棒を下げ、帽子をかぶってのそのそ、園へ参りますと、向こうから助官14、15名が、天でにあでやかなる籠を下げ来たりまする。